どうも、もかです。今日はお菓子作りの定番のクッキーを作っていきます。今回のクッキーは型抜きクッキーです。このレシピはすごく扱いやすくて、細かい型とかでも抜きやすいレシピになるので、ぜひ作っていただけると嬉しいです。では作っていきましょう。はい、まず材料紹介からしていきます。材料は4つでめちゃめちゃシンプルです。まず無塩バター、そしてグラニュー糖で、卵、これは卵黄のみ使います。そして純強力粉、これは今回リスドールっていうフランスパンによく使われる粉を使うんですけど、結構なんか最近この粉めっちゃハマってて、いろんな粉でクッキー作ってみたんですけど、この純強力粉、リスドールで作るクッキーがめちゃめちゃ美味しくて、ぜひこれ使ってみてほしい。カルディでリスドールは売ってます。もしない場合は強力粉半分と薄力粉半分でも代用できます。リスドールで作るとザクザクってしてて、ずっしり食べ応えのある感じになるので、本当におすすめです。型抜きもなんかしやすい感じがして、結構最近私は型抜きクッキーはこのフランスパンに本当によく使われる粉なんですけど、これで作ってます。まず柔らかくしておいたバターをゴムベラで押し付けるようにして、硬さを均一にしていきます。私はいつも室温に戻すのがめんどくさいので、600ワットで10秒加熱して、その後に様子を見ながらもう一回10秒加熱してます。なんか冬だとさ、室温に戻してもなんか時間がかかるから、私でもせっかちすぎて待ちきれないんで、電子レンジ基本使います。バターの硬さが均一になったらグラニュー糖を加えます。そして同様にゴムベラで押し付けるようにして混ぜていきます。こんな感じで合わさったら卵黄を加えていきます。卵黄を加えたら同様に混ぜていきます。全卵だと数回に分けて入れないとダメなんですけど、卵黄だったら一気に加えても油分が多いので分離したりすることはないです。こんな感じで合わさったら OK です。そしてこの純強力粉をふるっていきます。ちょっとこのアングルはなんかいろんな人の動画見てて、このアングルいいなと思ったんでやってみました。クッキーを混ぜるときは練ると硬いクッキーになってしまうので、できるだけさっくり混ぜましょう。このゴムベラの広い部分を使って押して、で切っての繰り返しで混ぜていきます。こんな感じでポロポロとしたそぼろ状みたいになってきたら、一旦手でちょっとまとめます。クッキーの生地が一塊になったらビニール袋に入れて冷蔵庫で寝かせます。これを冷蔵庫で30分間寝かせていきます。30分間生地を寝かせたら、これを伸ばしていきます。厚さは今日は5ミリに伸ばします。台に軽く打ち粉をします。打ち粉は、強力粉です。で軽く表面にも打ち粉をします。そして肩で抜いていきます。今回は雪の結晶とお花とバレンタインも近いということで、ラブリーにハートを使っていきたいと思います。まず結晶ちゃんからいきます。あ、こっちに打ち粉するの忘れてる。ちょっと肩に軽く打ち粉をすると綺麗にできます。ちょっとさっき忘れてて、普通にやったら、あ、細かい型を使う際は絶対肩にも打ち粉をしてください。こういう細かい型を使う場合は、必ず型に打ち粉をして払って抜いてから、ちょっとめんどくさいんですけど、ここからはみ出たやつはこんな感じで竹串で取るとすごく綺麗に作れます。
めんどくさいけどこの一手間マジで大事です。そしたらこんな感じで角の取れた型が抜けます。クッキーを焼いていくんですけど、シルパンっていうものを使います。シルパンってこんな感じでメッシュになっていて、シルパンを使うことによって仕上がりのレベルが本当に格段にアップします。メッシュの素材のおかげでクッキーの油が下に抜けやすくてサクサクに仕上がります。洗えるから経済的にもめちゃめちゃいいです。よくお菓子作りされる方だったら本当にこれおすすめです。なんかクッキーめっちゃ下がフラットにも仕上がるからめちゃめちゃ綺麗にできる。でクッキー並べていきます。これはちなみに去年クッキー缶に使ったあのハートなんですけど、こう中をくり抜くっていうのが可愛いかなと思って今回もやりました。いや可愛い。これ雪の結晶もめちゃめちゃ可愛いですよね。これめっちゃお気に入り。お花も可愛い。これこんな感じで均一に並べられたら160度に予熱したオーブンで15分から様子を見ながら焼いていきます。かわいい、めっちゃかわいい。これ焼く前の生地が本当にかわいい。はい、というわけでこんな感じで完成しました。めっちゃ可愛い。久しぶりに型抜きクッキー作ったんですけど、なんか抜いてる時めっちゃ楽しかった。クッキー自体材料はめちゃめちゃシンプルなんですけど、これ本当に美味しいのでぜひ作ってみてください。1個食べます。いただきます。このさ、シルパンで焼くと裏面が結構フラットにできてサクサクに仕上がるのでめちゃめちゃおすすめです。めっちゃフラット。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。なんかこれアーモンドプードルとか入ってなくて粉がダイレクトに感じるクッキーなので、このクッキーは本当なんかサクサクホロホロっていうよりかは純強力粉を使ってるのでザクザクっとしたずっしり食べ応えのある感じのクッキーです。こういう細かい型とかでも抜きやすい配合になっています。このレシピでだいたい 3,40 枚くらい、型とかによるんですけど 3,40 枚くらいできるので大量生産もしやすく、プレゼントにもおすすめです。バターを発酵バターにしたりしても美味しく作れます。本当に簡単に作れるのでぜひ作ってみてください。はい、というわけで最後まで見ていただきありがとうございました。YouTube チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。